はい、超駅太郎です。大変な事件ですね。もうこれは多分今年最大のことじゃないですかね。あのダウンタウンの松本人志さんの不祥事ですね。 それも性的なことですね。ま、ああの、私、これ、松本さんのこと多分はほとんど触れたことないんですけど、ああ、やっぱりこういうことかって、こういうことになっちゃうんだなっていうことなんですけど、まあ、細かいことは、まあ、メインチャンネルでも言いますけど、今、ざっと分かってることだけかいつまんで、文春オンラインの記事なんですね。えー、要はもう昔、もう、今年で還暦になって、まだその勢いは衰えるところがないと。やっぱぐ あの芸能界のお笑いのに君臨しているわけですよね。 まあ、もともとこの松本さんっていうのは特殊で、師匠がいないんですよ。NST 吉本の学校の一期生ということで、もう先行者利益ですよね。一番最初、まあ、言ったら何ですか、ヒカキンさんとかヒカル君とかラファエルさんみたいなもんですわね。もうそこに超えようがない。後から言ったもんがどうやってて超えれないっていう、もうそれ以上のものがないというようなことですよ。まあ、サンマさんとかね、えー、助さんとかそういったことがいるんだけど、吉本工業自体がその師匠を認めないというふうにしているわけだから、もう。 認めないっていうわけじゃないですけど、そういう形で、そこの人たちがもう今社長になってるんで、まあ流れはそうだっていうことなんですが、何があったかっていうと、複数の女性を含む、あの、方たちがもう、 えー、取材に応じて事実関係を認めてるっていうことなんですよ。ひょっとしたらこれは第二の北川以上というよりも北川氏は死んでいますけど、松本さん生きているんで、その責任は、えー、その女性を集めた後輩芸人、それは引いては吉本興業までに類が及ぶはずです。このままうやむやになってはおかしいということなんですね。はい。どういうことかというと、 えー、まあ、2009年に、えー、結婚して、えー、お子さんがいると、長女、ね、女,あの女の子のお子さんがいるっていうことなんですが、それとは別として、その、多分、えー、その前のことですよね。えー、どういったようなことが起こってたかというと、えー、まあ、松本氏が後輩芸人になると開いた飲み会。 そのゲームというものがあって、まあ、そんなようなことを本人の口からも出ていますよね。いろいろ女性との過去のことは。そういうことを、をあの、繋ぎ合わすと、ああ、なるほどかと。後輩芸人が六本木のグランドハイアット、東京に女性を招集。彼女たちはものすごいビップとの飲み会だからとしか聞かされてないと。飲み会がスタートしてから大体3時間後に後輩芸人がゲームを始めようと声をかけ、ベッドルームで女性とマスモさんが二人きりになるように仕向けるということ。 が、まあ、その形になっていたっていうことなんですね。えー、一泊約30万円のスイートルームということで、えー、出ております。この飲み会における松本及び後輩芸人は女性に対する言動について松本が所属する吉本工業に、この、いろいろ、えー、聞いているんですが、あのー、はっきりした回答が出ていないということなんですね。で、えー、 放送作家も関連しているということなんです。じゃあこれがどんなようなことかというと、えー、まあ、要はこの女性に対してちょっと考えられないようなことを言っているんですね。まあ、要は、うーん、これ多分、あの、 まあ、性的なことだったり、言葉が、それは、笑いというふうに取れればいいけど、受けた人たちはそうは取れていないので、これはちょっと、やっぱり、うんまあ、今のところはこうしときますが、うんまあ、この見出しには俺の子供埋めやとか。 っていうようなことだとかっていうことを言っているっていうことが一人だけじゃないということなんですね。まあこれ、えー、今のところは私もこれぐらいにしときましょうか。はい。えー、ニュースやワイドショーで大きな問題になって、その挙手、これがなかったっていうふうにできるのか、えー、テレビ、それから CM、えー、企業関連がこれを容認するのか。ね。 まあ、先立ての M1 でもまあね、一番この審査委員長みたいな感じであれこれ言っていましたけど、どうなのかなもうこの、この、これすらどうだっていう話だし、まあその、ね、そういったことにも水を差すようなこと。まあ結局 M1 待ってからやったっていう風なんですかね文春さんも。 ねえ、それともこれはもう事実も今で関係ないというふうにするのか。でも、じゃあ複数の女性がそれを言っているっていうことをどういうふうにね、全部まあいい加減なことを言っているっていうことなのかっていうことはちょっとよくわからないんですけども、まあこれね、ちょっと様子を、ええー、見ていきたいなと思います。以上です。